それでは続けて冷冷戦戦の変化をを追っていきましょう。とうとう冷戦も終わりを迎えこれまでの動画で見てきたベトナム戦争や中国とソ連の対立中ソ対立っていうのも冷戦に大きく影響したんやけど冷戦の中心やった2つの国覚えてるかなアメリカとソ連この2つの国の関係に大きく変化をもたらした出来事が起こります。 それが1962年のキューバ危機と呼ばれる出来事です。キューバって聞いたことがあるかなこれは国の名前ね。中米にある島国。この緑の国がキューバです。なのでアメリカの、これアメリカやね。アメリカのすぐ南東にある島国。これがキューバなわけね。 その当時キューバはどういう状況やったかっていうとそれまではアメリカと仲のいい政権政府ができていたんやけどキューバ革命というのが起きてその政府が倒されて新しいキューバの国ていうのがスタートします。そしてその新しいキューバというのはアメリカとではなくてだんだんとソ連と社会主義の陣営と仲良くするようになってったんです。 そしてそんな中でソ連はなんとこのキューバに核核ミミササイイルルをを配備します。す。置いたんですこれはすごい出来事なわけねこれまでもちろんアメリカとソ連核兵器の開発や核実験で競争どっちがすごい兵器作れるかたくさん作れるかっていうので競争してたわけねんけど ここのののうな国近くにミサイルが敵のミサイルが置かれると,いうことはありませんそしたらアメリカもし核ミサイル撃たれたらソ連にもちろん撃ち返すよねソ連にそしたらまたソ連も撃ち返すよねということで一気に核兵器の撃ち合いになるような核戦争に陥ってしまうんじゃないかそういう事態になってしまったわけです。 まあアメリカもこのキューバに核ミサイルが置かれたことを知って、いやいやこんなミサイル早く取り除いてくださいとどういうつもりですかと言ったわけやねんけど、その緊張というのがしばらくの間続きます。まあこの出来事がキューバ危機と呼ばれる出来事です。最終的なこのキューバ危機、ソ連がこのミサイルを取り除いて実際に核戦争にはならなかったんやけど、アメリカもソ連もそれぞれの国のリーダーたちは この核兵器の戦争実際に起こるってことになった本当怖いなと2つの国だけじゃなくて人類を滅ぼしてしまうような戦争になりかねないなということで2つの国の間でまずは兵器の部分からちょっとずつ関係を変えていこうという動きが始まります。 デタントと呼ばれる時期に入いうのは日本語で言うと緊張緩和という意味です緊張というのはアメリカとソ連の間の関係緊張してるよね緊張関係それを緩めていこうという意味ですアメリカとソ連の関係が緩まっていくちょっとずつ良くなっていくという時期に入っていくことになります 具体的にどういった出来事がどういった変化が起こったのかっていうと今話した通りまずは兵器の部分でその開発や実験を見直す条約が結ばれるようになりました1963年まずは小さなところからということで部分的核実験禁止条約というのが結ばれますアメリカソ連以外にもたくさんの国がこの条約を認めました これはどういう条約かって言うとその名前の通りで核実験を禁止しますよとただし全部の核実験じゃない部分的に核実験を禁止しますよという条約です具体的には空気中での核実験とか水中での核実験を禁止した条約になります 他に核実験はどこでできるかというと地下での核実験これは引き続き残った状態ではあるので核実験全部が禁止されたわけではないんやけど空中での核実験とか水中海での核実験というのは禁止されるようになりました部分的核実験禁止条約ですそしてその後年後1968年には核拡散防止条約というのが結ばれますこれはどういう条約かというと核の 拡散,拡散というのは広がるということです核兵器がたくさんの国に広がることを防止する具体的にどういうことかっていうと当時核兵器を持っていたアメリカソ連そしてイギリス更には大きな国国連の常任理事国にもなっているフランス中国を加えたこの5つの国以外は核兵器を持たないようにしましょうという条約です。 これにたくさんの国が加盟したことによって核兵器の拡散というのは防がれていくようになりましたただこの条約はちょっとセコイよね核兵器を今持っている国だけ持って OK で他のところはダメというのはセコイという国もいます具体的にそれをセコイと言って核兵器を持つようになった国としては例えばインドとかパキスタンそれが疑われる国としてイスラエルなども挙げられます 今言ったような国はこの核拡散防止条約は批准していない認めていませんさらに後になってこの核拡散防止条約を抜けた国もう私たちこの条約を守りませんと言ってこのグループから抜けた国もありましたそれがみんなもおそらく知っている日本の隣の国北朝鮮です朝鮮民主主義人民共和国へねここは核兵器の開発っていうのをずっと続けたりしています までも、こうした核兵器の部分からキューバ危機を受けて、ちょっとずつ見直しっていうのが進んでいったわけです。そして、これが1980年代になってくると、もっと大きな変化につながっていきます。前回の中国の動画で見た通り、中国のところで見た通り、社会主義の特に経済の部分について、もうなかなかうまくいかない状態になっていたわけね。それは東ヨーロッパの国々でもそうでした。 そそしてそれはソ連の中でも起こっていますやっぱりソ連も政治経済の仕組みを変えていかないといけないという現状になっていたわけです。1985年それを実施できるそんな大きな改革を実施できるリーダーがソ連に現れます。それがこの人物ゴルバチョフさんです。ゴルバチョフさんによって政治経済の改革ペレストロイカーと呼ばれる改革が進められました。

国のお金の状況であったりとかそれが公開されたりもしくはこれまで制限されていたようなテレビ番組とかニュースとか映画を自由に見れるようになったりしましたさらには何かの政治的なグループを作ったり何かのグループを作ったりする自由というのもちょっとずつ見る認められるようになっていきます。 なのでお金の部分経済の部分で自由化であったりとか政治の部分で民主化っていうのがちょっとずつ進められていたそんな大きな改革をこのゴルバチョフさんは進めていくことになりますそしてこの改革ソ連での改革っていうのはやっぱり他の社会主義の国にも影響していくわけやね社会主義のまリーダーだったソ連がそういう風に変わっていったんやったらということで他の国々にも変化は広がっていきます 1989年11月冷戦の象徴ともいえるドイツドイツっていうのは東と西で社会主義と資本主義に分かれてたんやね東ドイツ西ドイツに分かれていましたその東ドイツは社会主義の方で共産党政権が崩壊します共産党などで社会主義を目指そうって言っていた政権が崩壊をして 冷戦のま象徴と言われたベルリンの壁が崩れる崩壊することになるんです。まその時の様子の写真がこれやね。ベルリンの壁のできた時に動画で話したと思うんやけど、東西のベルリン。 ドイツの首都ベルリンに壁が作られて中には家族と友人家族とか友人が離れ離れになってしまったこともあったわけねそんな悲しいこともありましたそんな壁が取り除かれる崩壊するという出来事が起こりますまあこれはもう壁がなくなったということで東西社会主義と資本主義を分けていた壁がなくなったということで一気に冷戦 対立は終わっていくんじゃないかというムードに変わってったわけやね。その次の月、1989年12月には、とうとうソ連のリーダー、ゴルバチョフさんと当時のアメリカの大統領、ブッシュさんがマルタというところで会談をします。マルタはヨーロッパの小さな国です。ブッシュさんっていうの、実はアメリカの大統領で2人いるんやね。 親子で大統領になったやねんけどお父さんの方のブッシュさんとゴルバチョフさんの間でマルタ会談が開かれます。そしてこの会談で党と冷なのでここに長きにわたって続いたソ連とアメリカを中心とした社会主義陣営と資本主義陣営での東西冷戦の時代というのは終わりを迎えることになりました。 その後もだんだんと兵器の部分とかこの東西の冷戦の終結を宣言しただけで完全に終わったりはしないので具体的な変化が続いていきます。1990年10月には2つに分かれていたドイツが1つの国に統一されました。これがみんなが今知っているドイツという国ね東西ドイツに統一をされます。 そして兵器の部分でもいろんな条約がまた増えていきます。1991年戦略兵器削減条約が結ばれました。これはアメリカとソ連の間に結ばれた条約で、アメリカソ連がそれぞれ持っている兵器っていうのを 計画的に約束をして減らしていきましょうという条約ですもう冷戦終わったので2つの国が競争する必要はなくなったわけねなので世界の平和のために2つの国が持っている兵器を片方だけ減らしたりしたらさまたちょっと関係が悪くなるやなので一緒に同じペースで減らしていきましょうという条約が結ばれましたそして同じ年の12月には ソ連の共産党が力を失ってソ連が解体するのです。るんでこれはちょっと意味が分からん国が解体するってどういうことかって意味分からんかもしれんけどソ連っていうのはもともとソビエト連邦なわけやね。 ロシア連連邦邦のようににソビエト連邦にな,っていますなのでいろんな国が集まってソビエト連邦っていうのができていたんやけどそのソビエト連邦の中心だった共産党が力を失ったのでソ連っていう国が連邦が解体していろんな国にもう一度分かれたんですなのでソ連消滅するとかではなくてソ連解体ということが多いですもしくはソ連崩壊といったりします。 そしてバラバラの国々が例えばロシア連邦とかウクライナとかバラバラの国として独立した国になりましたなので今みんなが知っているロシア連邦って大きい国があると思うんやけどロシア連邦イコール昔のソビエト連邦ではありませんソビエト連邦の一つがロシア連邦として分かれて独立した国になっています これがこの動画の最後にはなるんやけど核兵器を減らしていこうという条約でこれはさっき見た部分的核実験禁止条約をさらに拡大したもので。 部分じゃなくて全部の核実験を禁止しましまょううよという条約です。これが1996年国連で採択されるんやけど国連での話国連で話には上がるんやけどこの条約が力を持つために実際にみんなが守るために必要な国オッケーですよ認めますよっていう国の数がまだ足りていないのでもうかなり前やねんけどねまだ未発行の状態になっているものです。 ただ、こういうふうにして段だ々んだんと核兵器の削減の流れというのも強まっていく形になりました。兵器を減らしていこうという流れになっていきました。 大丈夫かな。バーッと一気に見てったんやけどキューバ危機が起きてそこから冷戦はデタント緊張緩和の時代へと入っていきまます。その中で兵器の削減が進みそしてソ連の改革が進んでソ連が崩壊をして冷戦が終わっていく新しい時代へとまた入っていくことになったんです。